ゆるっとレジェンズ、略してゆるレジェン。はい、皆さんこんにちは。本日 MC を務めさせていただきますドラゴンボールレジェンズ宣伝 P のワンタッチと申します。よろしくお願いします。はい、そしてはい、皆さんこんにちは。ドラゴンボールレジェンズプロデューサーのトシです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。トシと一緒にレジェンズを運営させていただいているユウと申します。本日はよろしくお願いします。はい、というわけですね、まあ、今回ちょっと前回までゆるジェンズだいぶメンバーが変わったんですけど、ガラッと変わりましたね。いや、ガラッと変わりました。指市元どこ行ったの？指市元はですね、ちょっと偉くなっちゃって。偉くなっちゃったの？ちょっと今の語弊があったかもしれない、すみません。偉くなられてですね、はい、でなんで後輩の私に今後なりますのでよろしくお願いします。はい、はい、肩肘張らなくてもいいんだけどさ。いや、すみません、まあ、ちょっとやっぱりねゆるレジェなんですけど、それでもちょっとまあ緊張してるっていう、まあ1回目だからね、はい、ちょっとまあそこはやりながら慣れていきたいと思います。はい、お願いします。はい、でそれでもう一人ね、初めてまあゆるレジェに出させていただくゆうなんですけども、まあもう運営自体は2年近くやらせていただいてて、まあ、今回初めてちょっと一緒に出させていただくということで、ちょっとまあ都市の胸を借りるつもりで出させていただきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、まあ、まず2周年が終わって、その後運営開発ってどんな感じですか今？遊びやすさ、いわゆるストレスポイントをいかになくしていくかっていうところを結構注視してお送りさせていただいてます。うん、確かに4月ですかね、アップデートでバトルに入る時の労働拘束化とか、ああいった部分ってことですね、ストレスポイント。まあそうですね、まあ、まだ直すところは結構ある中で、その中でも一番最初に着手できたのが今ワンタッチが言ってくれたところ。その中でも今日も改めて今までお伝えしてたものの続報であったり、9月中旬のアップデートであったりっていうところをお話しできればなと思ってます。では、本日最初のコーナーいきましょう。まずこちらになります。レジェンズ開発秘話。今ゲーム内お知らせの話してたのに、なんで秘話になったの？いや、ちょっと待ってください。ですね、ちょっとまず開発秘話っていうコーナーをやってから、その後に待ってますので。余興？あ、でもこれも十分に楽しんでいただけるコーナーにしたいとは思ってます。はい、まあ、これちょっと手前味噌になっちゃいますけど、レジェンズってスマホゲームとは思えないほどめちゃめちゃ細かい部分こだわってるんですよね。誤解されてるよね、たまに。あれ、これ家庭用ゲームだと思ってたってフィードバック結構あるよね。なのでスマホゲームでここまでのクオリティを出してるっていうところのね、まあ、細かいところとかをちょっとあんまり話す機会もないんで、まあ、せっかくだったらゆるレジという場で伝えていければなと思ってます。ゆるっとお願いします。まあ、ゆるっと深くというのがね、まあ、ゆるレジなので。深く最近足されたよね。そうなんですよ。今回から ゆるいかつしっかりその深掘りもしていきたいなというところで掘り下げてみたいと思ってます。お願いします。はい、お願いします。それでは本日最初のこだわりテーマはこちらです、どうぞ。というわけで、エクストリーム人造人間16号のモデルと書いてありますが、これはどういったところをこだわられているんでしょうか？一番最初からだいぶ細かいところからスタート。そうですね。そういうコーナーをちょっとやってみたいなっていうところで、うん、まあ、じゃあまずこのモデルの部分なんですけど、うん、胸の部分っていうところが実はスパーキングの16号のモデルと EX の16号のモデルで異なってまして、これがなぜこだわってるのかっていうと、16号がそれぞれどの時代の16号なのかっていったところから考えて今回のモデルを作らせていただいてまして、まあ、片方のスパーキングの16号がいわゆる自爆機能を持っている状態の16号なので、まあ、今全開覚醒してまさに猛威を振るってまして、さっきもトシと PVP してる時に自分のキャラクターが一人道連れにされたんですけど、そういった形で自爆機能を持ってるからレッドリボン軍の、ロゴがついてますと。で、 EX の16号は自爆機能が取り除かれている、ものになるのでマークがないっていうような形になるんですね。という感じで、はい、ぜひ皆さんもそういったもの探してみてもらえたらなとは思います。はい、他何か今日伝えれるものとかって、他だと例えばモデル以外だとサタンの演出がちょっと面白い仕様になっててまして、はい、サタンってバトル中に一定のダメージを食らうとサータンサータンっていうコールが始まるんですね。で、あれって実はゲームの中で彼特有のスキルというか彼特有の演出になってまして、私がミスターサタンだ。そもそも予定してなかったんですよ。やるやらないとかじゃなくて、はい、誰も思いついてなくて、はいはい、でもサタンって言ったらサタンコール欲しいよねっていう、もうそれひらめき的なものから、ひらめきの延長線上を、はいはい、でもキャラクターはリリースしちゃう、収録どうしよう、そうだスタッフのみんなでやろうってなって、もう即席で実は開発メンバーの人たちの声なんですよね、あれ。そうなんですね、うん、このキャラクターはもっとこうしたら魅力的になるんじゃないかっていうようなアイディアがあれば、もうそれはできればすぐに実装するっていうのがレジェンズのポリシーではありますので、うん、今回のサタンに関してもそのような
形で実装させていただいたって感じですね。こだわれるところは全部こだわる。そうですね。では次の開発は行ってみましょうか。はい、次の開発はこちらです。レジェンダリーフィニッシュ誕生秘話となってますが、これ結構気になりますね。どういった経緯があったんでしょうか。前提としてまず、はい、レジェンダリーフィニッシュっていうのはもともと予定してなかったものなんですよね。考えてなくて、で、まあ、さらに言うと当たり前ですけれどもご飯と、はい、あの人造人間編でパーフェクトセルにとどめを刺す親子カメハメハっていうのは、うん、まあ、キャラクターとして登場させようというところも話としてありました、はいはいはい、ただやっぱりああいった有名なシーン、みんなが求めてるシーンはなるべく原作忠実にハイクオリティで提供したいなと思ってたんですけれども、うん、長いんですよね尺が。まあそのアニメのそのままの尺感を再現しようとすると技の演出としては長いですよね。そうですね、うん、あのレジェンズというあのハイスピードで展開されるゲームの中では、まあ、ちょっと長くなってしまうかなっていったところですね、うんうんうん、そういったまず課題がちょっとありましたと、はい、いろいろと工夫考えてみたんですよ。でそんな中で撮ったのがとどめを刺した時、完全決着を条件にあのアニメーションが流れるようにしようという条件を作りまして、そこからレジェンダリーフィニッシュが生まれましたね。なんとか再現したいっていうところが根っこにやっぱあるんですね。一番最初のもう根っこにある気持ちはどうすれば最高の形で提供できるかからのやばいどうしようっていうからのレジェンダリーフィニッシュ。そうですね、はい、でこちら当初はレジェンダリーフィニッシュという表記はなかったんですか。あ、まあそうですね、まあ、いざよし映像できた、はい、動きできた、はいはい、何もなくフィニッシュって出るのって悲しいなとなって、うん、もったいないなっていうのが悲しい。でどうなってくると何かしら新しい名前をつけなきゃなっていうのをまあ開発スタッフで考え始めて、はいはい、ずっといい案内かって考えた結果、うん、ドラゴンボールレジェンズのレジェンズとフィニッシュ、うん、エンスのフィニッシュで合わせてレジェンダリーフィニッシュにしようになりまして、はい、今の名前に落ち着いたって感じですね。でもそのレジェンダリーっていうのがレジェンズとドラゴンボールのレジェンド的シーン掛け合ってるっていうことなんですね。あ、まあそうですね、そういった意味合いも。なんかちょっとそこをわざわざ言葉に出されるとちょっとこっぱずかしいところあるんですけど、はい、じゃあちょっと今のカットしてもらえればと思うんですけど、はい、というわけで、トシさんとユウに開発秘話を聞いてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。どうでした。まあ、あの正直テキストに起こすだけでも本当ドーンってレポートを出来上がるぐらいの開発秘話がたくさんあるんで、本当にそれは今回このコーナーやりたいなってなって、そういうレジェンドのこだわりポイントがないかっていうのを開発したスタッフに募集したんですよ、うん、そしたらもうあのエクセルシート何枚分みたいなので山ほど集まって、今日本当多分100分の1ぐらい数で数えたくないぐらい実際本当多分それ語るとこのゆるレジェン終わっちゃうぐらいには、はい、あの24時間特番とかになると思います別番組になっちゃいますね、はい、まあ、でもそれぐらいドラゴンボール愛のある方々が制作に努めていただいてるんで、ちょっとこういった形ででもちょっとアピールしたくはなっちゃうんですよね。はい、というわけで、ここまで開発秘話をお送りしてまいりましたが、次のコーナー行きましょうか。では次のコーナーです。レジェンズアップデート情報。はい、今あのアプリの中でストレスポイントをなくすっていう意味でいろいろアップデートを続けているレジェンズなんですけども、こちらのコーナーではその直近のレジェンズのアップデート情報についてちょっとお伝えしていきたいなと思ってます。はい、はい、一覧スライドでどうぞ。本当にぎっしり詰めましたね、はい、いやもうこれ一覧ですごい回収項目って形で並んでるんですけども、これがそのバージョン 2.12.0 で回収される予定の部分ですね。はい、はい、9月中旬で予定してますね、はい、この中でもこれはというものございますでしょうか。まあまず一つ一番明確に本当すごい全力でアピールしたいのがタイトルのロード高速化っていうところ、はい、あの自分もそうなんですけども、はい、やっぱりスマホアプリの要素、はい、手軽に遊べるっていうところ、はいはい、っていうところに対してもっとレジェンズ頑張りたいなって開発スタッフちょっとみんなも思ってるところもありまして、ここは改めて9月中旬のこのアップデートでこれを皆さんに体感していただきたいなと思ってます。ここは本当にあのもちろん一ユーザーとしてもようやく待ってましたっていう感じですねこれでもっとお手軽に気の向くままにアプリ起動して遊んでいただければなと思いますので、はい、ちなみにですねちょっと素人目線の質問になっちゃうんですけど、はい、こういった労働の高速化みたいなものってなんかもっと簡単にできないのって。あれあのさ開発の打ち合わせ君も出てるよね。あのすいません、あの最近は出ていて あれなんですけど、ちょっとあえてここはまあ、一ユーザーとしてやっぱり思っていたところは、うんうん、事実としてお客様にすごく待ち望まれていた項目だと思っていて、はい、でただちょっとお待たせしてしまったのがやっぱりどうしても、まあ、労働となってしまうとアプリの全体、まあ、根幹に関わる部分なので、まあ、それを運営しながら直していくとなると、まあ、全体に悪影響がないように管理しながら直さないといけないところであったり、データの労働ってどうしてもデータのサイズであったり通信速度っていう、まあ、ちょっと我々の方では直すのが難しい領域のところも関わってきてしまうので、
それを含めてお客様にこれは直ったっていう明確に認識してもらえるような直し方直す方法ってなるとなかなか難しかったっていうのがまあありまして、今回ちょっとお待たせしてしまったっていったところはございます。これは要はそのロードを直すと、まあ、いろんなところに影響が出る可能性があるっていうことなんですね、はい、そうですね、優先順位的にどうしてもまず最初ここをやんないと他のところにも影響あるんでっていう感じで、はい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 、大変なんです。ちょっと そこは一言言わせてください。そうですね、はい、お待たせいたしました。数字なので行かなかったロードの高速化ということで楽しみですが、はい、エネルギータンクも今回新しくなりますね。はい、これ個人的にマイツメンバーに結構つついてきたところなんですけど、直そうよ直そうよって言ってたところでもあるんですけど、はい、エネルギー回復のチケットのアイテムが多いじゃないですか、うん、多いですね。種類がまず多い、周回がたくさんあると思うんですけど、うん、回復するためにちょっと押さなきゃいけないボタン多いなと思ってまして、ね、分かりやすさをまず優先しましょうと。せっかくエネルギータンクっていう分かりやすいものがあるので、まずそこに全て統合しようと。よくよく考えるとなんかエネルギータンクとチケットを分けてる必要ってないですもんね。身内に言われるとちょっとすいません痛いんだけど、ごめんなさい、はい、すいません申し訳ないです。いやでもこれでだいぶすっきりとしますが、 SNS とかでも反応があったんですけど、やっぱエネルギー回復チケットってどうなるんですかっていうところ、お便りでも言ったんですけど、やっぱりどうしても手元に来るまで皆さんどんな仕様になるか分かんないと思うんで、うん、ここで報告したいんですけど、まず一つ、チケットは無駄になりません。ここで例えば自分もエネルギー回復するチケット50枚ぐらい持ってるんですけど、うん、アップデートしたらなくなるって言われたらちょっと悲惨なことになるんでもちろんそこはゲーム内の交換ショップを通じて直接チケットがエネルギーに切り替えられるようになりますので、そこはタンクに移していただく形でチケットは無駄になりませんし、自然回復の仕様も残ったまんまです。じゃあ一旦今までのものが無駄になることはない、ないです。はい、それではちょっと UI の細かい回収までを見ていきましょうか、うん、まずは、編成画面ですね、はい、ここはですね今の画面では何のキャラクターがいるのか、うん、何のフラグメントが装備されているのかっていうのが一発で分かるような画面に UI を1画面で完結するということですね、はい、そうなると例えば SNS とかで俺このステージこんなパーティーでクリアしたとかあ、そうですね、このお気に入り編成、それはフラグメントも含めたこのお気に入り編成があるよっていうのを、うん、もう本当1枚で紹介しやすくなる。そうですね、もうぜひぜひそういった形で自分のおすすめであったりお気に入りパーティーっていったところを皆さんで共有していただければなと思ってます、うん、はい、それでは次は、フラグメント画面ですね。フラグメントの消去と強化が今ちょっとバラバラになっちゃっていて、まあ、ボタンを押す回数が多くなってしまってたって部分があるんですけど、まあ、これを消去させてすぐ強化っていったことができるようになるので、フラグメントの強化っていったところがすごくはかどるので、まあ、自分のパーティーの強化っていったところも皆さんまたスムーズにやれることができるかなと思います。まあ、U はもちろんこれで Z プラスフラグメントたくさん作るんだよね。Z プラスフラグメントに関しては僕の努力プラス時間が必要なのでそこは頑張りますというところですねじゃあちょっと次回のユリジェンの時はU の画面見せてちゃんと いいね、それちゃんと Z フラグメントで全部満たしてるみたいなじゃあ皆さん交互期待で、はい、交互期待頑張ります何か他にこれはという回収ありますでしょうか。そうですね、大きいところで言うと、うん、カジュアルマッチ、はいはいはい、PVP のカジュアルマッチがまず回収されます。まずちょっと名前分かりやすく何のためにやるのかっていうところを誘導するためにも、うん、トレーニングバトルっていう名前に変えようと思ってまして、うん、でさらに仕様的にレベルシンクというものが導入されます。具体的に何かというと、そのキャラクターを持っていればトレーニングバトルに挑むとき自動的に決まったレベルの数字に底上げされます。限界突破ももちろんそこも赤の星7、はいというところに統一された上で、人によってはまだ育ちきってないであったり、はいはいはい、あるいはちょっと星さんだから挑むのどうかなって悩んでる方々はこういったところでテストしてみたり、あるいは純粋に友達と遊ぶためにもこういった仕様を提供したいなと思ってましたので、うん、自分は強くて友達がまだ始めたばっかりで育ってないみたいな時にも同じ状態にでバトルできるっていうことですよね、はい、そこは引き続きお楽しみにしていただければな。ユーは何かありますか。ですね、共闘にちょっと UI を追加しようと思ってまして、はい、これはだいぶ求められてた。そうですね、ウルトラライジングラッシュと言われる青いライジングラッシュなんですけれども、あれってバディのドラゴンボールが今何個なのって分からない状態で、今かな今かな大丈夫かなって打ってたと思うんですね。で自分もそうなんですよね、もうあえて動かず、俺もう自分溜まってるよっていうのをすれ違いとか普通にあると思うんですよ、はい、なんかたまにさせてもらうって頑張るからね。結構もう時間は経ってるけど意外に自分の巡り合わせ悪くてまだ溜まってないみたいな時あるじゃないですか、はい、で発動しないで発動しないでみたいな、でそれを解決するために、はい、もうバディが何個今ドラゴンボールを持ってるのが分かる UI を追加しようと思ってます。これは共闘が もっとね、はい、楽しくなるといいなと、うん、
連携が取りやすくなるってことですもんね。はい、あとは我が社編成に特攻キャラの枠として入れて選択できるようにしようと思ってます、はい、他にもリザルト画面ですでにバトルごとにチャレンジが大体7個ぐらいあると思うんですけれども、はいはい、チャレンジ全部達成してた場合もうその表示自体がスキップされるだったり、まあ、まさに痒いところに手が届くっていうことですね、はい、ここからはちょっと先のお話もお伺いできればと思います、はい、そうですね、まあ、今のが9月中旬あたりを予定しているアップデートなんですけれども、はい、ドラゴンボールレジェンズ今現在年末に向けて超大型アップデートを予定しています。超大型本当周年以上になるんじゃないかっていうぐらいのアップデート、2020年最大のアップデートかもしれないかもしれないっていうぐらいの内容をちょっと今考えてまして、ちょっと今回その中でも一部方針的なところ、うん、いろいろとお話しさせていただければなと思うんですけれども、はい、お願いします。まあ、例えばギルドの GVG いわゆるギルドバーサスギルドですね、ちょっと出てますね。お便りでもちょっと触れさせていただいたんですけれども、まあ、3月頃の段階からちょっと皆様にどういったものを考えているとお話ししていただいておりまして、ちょっといろいろと期待していただいているところ申し訳なさもあるんですけれども、まあ、明確にいいもの楽しいものっていうところを提供できるように我々も検討中です。そこももちろん決まったら事前に皆様にお届けできるようにはしていますので、まだまだ先になりそうなんですけれども引き続きお待ちくださいというところがまず一つ、もう一つ結構直近出る予定のもので考えてるんですけれども、新しいミッションを機能として考えています。ミッションです、はい、これは今のガシャの仕様の一部と紐付ける形でちょっと検討してるんですけれども、具体的に言いますと特定のキャラクターを獲得すると、うん、それに連動したミッションが解放されるという形で考えてまして、でその解放されたミッションは復帰の結晶で購入してクリアすることができます。まあ、具体的に言うと新キャラクターを獲得しました、はい、それに連動しているミッションが時の結晶で開くことができるようになるんですね、うんうんうん、でそのミッションをクリアするとその紐づいている新キャラクターの Z パワーが手に入る、確実に限界突破ができるっていうミッションを考えております。ということは1体キャラクターまず手に入れたら、はい、そのミッションが解放できてそこで今までより、限界突破がしやすくなる、格段にしやすくなるものとしてちょっと今格段にって明言しちゃって大丈夫ですか？格段にはい、わかりました。画面にもちょっと映ってると思うんですけれども、ここは結構我々としてもぜひ皆様に早くお届けしたいものかなと考えてますので、またお楽しみにください。そういったものを含めていろいろと年末の超大型アップデートに向けて誠意検討中ですので引き続きお待ちください。ちなみにまあ、ここまだ明言できなかったらいいんですけど、まあ、年末の大型アップデートは細かい UI の改修とか今あったようにちょっと一部ミッションが追加されますみたいなものだけではないものだけではないです、はい、それこそワンみたいなものとかいろいろと検討してるので、はい、そこはちょっとまた次回か次次回ぐらいのゆるレジで、はいはい、お伝えできればと思います。以上レジェンズアップデート情報のコーナーでした。皆様こんにちは、レジェンズニュースの時間です。原作再現イベントリニューアルの第1弾として原作再現ラディッツ教習を近日リニューアル予定です。エクストリームキャラクターの Z パワーが獲得できるようになります。もちろんこれだけではなくラディッツの覚醒 Z パワーがそのイベントで獲得できるようになります。エクストリーム初の全開覚醒ですが、今後も原作再現イベントのキャラクターを対象に同様のリニューアルを順次実装していきます。前回覚醒にする AX ラリッツ強い仕上がりとなっておりますのでお楽しみに。続いてのニュースです。孫悟天4年期とトランクス4年期が近日登場予定です。まずは悟天から見ていきましょう。悟天は混血サイヤ人と孫一族の援護能力に優れており、味方へバフを付与してサポートすることを得意としています。スーパーサイヤ人に変身している時間に制限があるのですが、残り時間が一定カウントまで減ると自身をさらに強化できるため体勢を立て直したり敵を押し切ることができるキャラクターです。続きましてトランクスです。自身を強化する手段を豊富に持っているキャラクターでして、混血サイヤ人またはベジータ一家との連携でさらに強化することが可能です。変身後に発動できるメインアビリティの爆破力にもぜひご注目ください。以上レジェンズニュースでした。はい、というわけで、トシさんの一人ニュースパートが終わりまして、笑うなよいやいやいや、すいません、服も変わってますからね
まあ、ああいったものも交えながらですね、まあ、今回は深掘りトークと最新情報っていう2段構成でお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。結構情報としては盛りだくさんのつもりなので、はいはいはい、こういった形で引き続きお便りだったり、うん、SNS だったり、はいはい、情報を引き続き皆さんに提供できればなと思ってますので、はい、次のエピソードを皆さんも期待いただければなと思います。はい、ゆうどうでした。最初に申し上げた通り、なかなかアピールする場のなかった開発秘話であったりとか、はいはい、いわゆる開発スタッフの皆様の熱意であったりっていったところの結晶の、まあ、一旦でもちょっと今回お伝えできたらよかったなと思ってますので、引き続き、まあ、次回次次回のゆるレジェでこういったところは発表できたらなと思ってます、うん、はい、というわけでですね、まあ、今後も定期的にいろいろな形を、ユミイチもとはじゃ戻ってこない、ですね、もしかしたらどこかでスペシャルゲストで登場していただくことにはなるかもしれません。じゃあそこ含めて皆さん楽しみにしててください、はい、楽しみにしていただければと思います。はい、では、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。さよなら。さよなら。